どうも、っかね今動画見てるんですけどもおいしいピザってこうやって作るんだなぁと思いましてねあの何回も見ているんですよまあピザっていうのは今ね冷凍食品とかスーパーでもあると思いますしおいしいピザ食べようと思ったらお近くのパン屋さんにもあると思うんですよねまあけどね石窯でしっかり焼いたピザを見ながらそしてそれをねいただくといやなんか自分で焼いてみたくなっちゃいますねまあという形で今日のモネさんなんですけども ピザをね、実際に焼いてる動画をご覧いただけるんですよ。動画概要欄に貼っときますのでご覧いただきたいと思いますけども多分ねこれ見るとね香ばしいピザの香りがなんか漂ってくるようなそんな食欲に襲われるんじゃないかなと思います。あもうすぐうちも夕食ですね。はい。えー、お腹空いてきました。あとにかくねこのピザの動画を見るとほんと煙がこうやってくるようなね匂いがこうやってくるようなねまさに。 モネの家って感じでございます、えー、このね、ピザを焼いているところは、おそらくモネの家というところのお近くの窯だと思いますけども、実際にね、お問い合わせして、ピザってどうやって作るんですかって聞いてみると、とってもいい話が始まると思います。概要欄にいろいろ貼っときますので、ご覧いただければと思います。動画と、モネの家さんのお、まあ、公式ブログですね。それから、お問い合わせ先の予約フォームとかね、こういうの貼っときますので、3つほどご覧いただければと思います。それでは、美味しいピザ食べちゃいましょう。いってらっしゃい。